目指せポケモンマスター、ジハーディータカシです。今日はテラパゴスを使っていく。ついにランクまで解禁されたテラパゴス。仕様が込み入っているせいであまり理解が浸透していないんだけど、実は化け物じみた性能してるから、まずは基本性能について解説していきたい。まずテラパゴスには3つのフォルムが存在する。まずは通常のノーマルフォルム。これは対戦で場に出た瞬間に別のフォルムにチェンジするから、まあ、実質ないようなもんなんで無視していい。次に場に出た瞬間にフォルムチェンジしていくのがテラスタルフォルム。テラスタルを切っていないのにテラスタルフォルムという名前、紛らわしいね。このフォルムの時、特性がテラスシェルとなり、 HP が最大の時、タイプ相性が存在する技すべてを効果今一つで受けることができる。そしてテラパゴスがテラスタルを切った姿がステラフォルム。この時の特性はゼロフォーミングとなり、天候とフィールドをすべて消し去る。まあわかりやすくミライドンコライドンへのカウンターになるよね。でこのステラフォルムが強すぎる性能してて、まずテラスタルフォルムから合計種族値が100上がって合計700になる。特に HP 上がるのがやばくて、種族値が大幅に上がるので、テラスタルを切るだけで HP が回復します。しかもテラパゴスに限り、テラスタルステラのステラ補正を回数無制限で受けることができるので、全タイプの技に 1.2 倍のステラ補正が何回でもかかる。という仕様を踏まえ、今回は耐久ぶり瞑想テラパゴスを使っていく。テラスタルフォルムの特性、テラスシェルの耐久力を生かして瞑想を積み、ステラフォルムで HP を回復しながら火力にもバフをかけて制圧するという構想。ここで解説しきれない仕様や相性のいいギミックも存在するので、そのあたりは対戦しながら解説していこうと思います。では早速対戦いってみましょう。マッチングしました。ジャンクさん対戦お願いします。この人今260位ぐらいのかなりの高順位の人だった。いや、ルチャブル使ってんの面白いな。相手の禁電枠がミライドン でおそらくエレキシードを持ったルチャブルで、特性軽技を起動して素早さを上げ、でまあ無双していくみたいな、そういう構築だと思う。そこにヒードラン、クレセリア、ミミッキュ、鉄の包みという構築。これはまあ元トカゲから入って尻尾切りなりなんなりで対面操作をしてテラパゴスに繋いでいきたい。まあ、テラパゴスは出しゃいいんだけど、元トカゲのテラパゴス以外の繋ぎ先として誰を選択するのが良いか。クレセリアとヒードランのサイクルにガチグマがそんな強くないと思うから、これはさすがにパオジアンになっちゃうかな。うん、まああんまパオジアン使いたくねえけど、しょうがねえ。これでいきましょう。相手の先発は鉄の包みか。あ、これまずくない？これは絶対まずいわ。でも思うんだけど、この鉄の包みやっぱブーストエナジーじゃないよね。ミライドンと組んでるからブーストエナジーを持つ必要がなくて、エレキフィールドでクォークチャージを起動していこうっていう鉄の包みだから、まあ、メガネとかタスキとかそのあたりが考えられると思うんだよな。まあ尻尾切りからでいいと思う。一回尻尾切りから入りましょう。スカーフだから、まあ、包みの上は倒れる。で問題はこれ誰につなぐかなんだけど、パオジアンに交換したところで、まあ、そんなにアドは稼げないと思うから、これテラパゴスにつないでみようか。でこれテラパゴスの面白い仕様について一回紹介しておくわ。ここでまずここでテラパゴスを出すことによって、フォルムが速攻で変わってテラスタルフォルムにチェンジします。でね、テラスタルフォルムの特性ってテラスシェルで、 HP マックスの時に技を基本的に今一つにするんだけど、これ身代わり状態でもこれ有効なんだよね。身代わりに対しても有効だから、これ要は全技半減で受けられるんだよ。そしてあー、でもそれでもこれ身代わり消えるんだ。いやこれ絶対メガネだ。ここで身代わりが残せたら理想的だったんだけど、まあしょうがねえわ。これまだテラスシェル残ってるから、これ瞑想積んでしまおうぜ。うわ、筒にもう引いてきた。そしてミライドンを呼んでしまうわけね。ミライドンか。いやここは先に瞑想先積みして大正解だったと思う。相手のミライドンは特殊アタッカーだから、この瞑想1積みプラステラスシェルまで生きてるから、まあ、かなり耐久力は高い状態をキープできてるんじゃないのかな。冷凍ビームいっちゃっていいような気がするけど、どうなんかな。この状態の冷凍ビームで俺まだ倒せねえ気がするから、もうこうなったらテラスタル切るか。いや、テラスシェルは残した方がいいから、ここ冷凍ビームでいいわ。普通にここ普通に冷凍ビーム打ってみよう。あー、トンボが、うわ、なるほど、これ多分こだわりだ。いやでも、いやすげえ、テラスシェル買った、むっちゃくちゃ硬えな。これ食べ残し持ってるからテラスシェル復活するんだよな。ルチャブル出して大丈夫ですか。
冷凍ビーム一貫してないかい。まあエレキシードだよね。エレキシードで防御上がって軽技も起動するから素早さも上がるんだが、そこをしっかりと貫いていくけど、なんか倒せなかったし氷も引いたわ。もうむちゃくちゃだよ。あーもうめちゃくちゃだよ。あ、なんだこれ。あれ HP マックスまでなってなかったのかな。いや、このタイミングで回復が入るんか。で、これ HP フルになったから、またテラスジェルっていう特性が復活するわけよ。これむっちゃ強くない？ここは最速置き警戒でしっかり冷凍ビームを連打しておきたいけど、冷ビじゃなくてテラクラスターでいいや。凍ってしまって動けない。ちょっとごめん。その意図はなかったから、ごめんな。ちょ、それはごめん。この後鉄の包みを出されて、で、冷凍ビームで一撃で凍ってもまあ文句は言えんわ。あ、ここミライドンなんだ。これね、トンボ返り持ってるミライドンは、まあこだわりだと思うんだ。ボルチェンじゃなくてトンボ返りの理由は何なんだろう。まあ、霊獣ランドロスとか、そのあたり多いから、そこに対する耐性って考えなのかもしれない。ここテラスタル切ってきそうだけどどうだろうか。ただまだテラスシェルは残していいと思うから、ここテラクラスター撃とっか。テラクラスター行くわ。あ、テラスタル切ってきた。いやーこれ、ここにテラス合わせてることができてれば、貫けただろうにな。うわーこれ、テラ電、マックス火力、最大火力稲妻ドライブだ。しかしテラスシェルで、それを、歪ませていく。半減で受けていく。これ強すぎん？どんなもんかな、これ。いやー、すげえわ。耐久力すげえ。いや、ただ、これ、次の稲妻ドライブは、言ってしまえば、これよりだいぶ火力が出るわけでしょ。今の半減で受けてるけど、まあ、実質等倍扱いだから、まあ、それでも耐えると思うけど、まあ、ここにテラスタル、ステラを切ってしまって、で、火力上げつつ、HP も回復して、で、テラクラスター弱点で叩き込んで制圧していけばいいんじゃない？わからん。まあ、これを貫かれてしまったらしょうがないけど。うわ、出た！これがステラフォルム。さあ、3度目のフォルムチェンジだ。いや、すげえかっこいいな。かっこいいというか。あ、しかもこれそうか！フィールド消せるんだ。いや、じゃあもう絶対耐えるわ。じゃあ、稲妻ドライブの火力も下がるってことでしょ。かなり火力下がるから全然耐えるでしょ。いや、まあそれでも大したダメージだと思うけど。いや、しかし、テラスタル相手に威力弱点になっていくこのテラクラスターでしっかりと、ミライドンを貫き、貫けないんだけど。どうでしょ？貫けないの？貫けないパターンあるとは思わんかった。なんだこれ？あ、すんげー想定外だ。あ、そうなん。まあ、いいわ。テラクラスター、失礼します。あ、ありがとうございました。いや、これ、しっかりギミック決まったんじゃない？マッチングしました。シュガーライフさん、対戦お願いします。相手の禁電枠は海洋が。ちなみにこの人は321位だったかなの、まあかなりの高順位の人でしたね。で、あとは同チヨンジェンに、EUI ガイリュー、そして、カバルドンという構築。カバルドンの天候を砂嵐で、テラパゴス、テラスタルフォルムのテラスシェルが削られるのが痛いな。まあ言うて元トカゲから入って問題ないパーティーではあると思う。で、テラパゴスに繋いでいく姿勢は見せながら、まあパオジアンの通りが、基本的にはいいように見えて、いい唯だけには良くないんだよな。まあ、それでもちょっとこれ、パオジアン、必要だと思うわ。うん、これでいきましょう。まあ、相手の先発は、おわ、海洋画だ。色違い海洋画。いや、久しぶりに見たな。お、現環境では海洋画どうなんだろう。何より水オーガポンの存在がちょっと海洋画の通りを悪くしているような気はするけど、一旦ここは尻尾切りから、さすがに潮吹きに対してテラパゴス受け出すのちょっと微妙だと思うから、パオシアン行っちゃおっか。一旦尻尾切り。相手がスカーフだとしても俺もスカーフなんで、上は取れる。で、こいつの火力を削いでから、物事考えようぜ。ギーン！言ってるわ。健在だな、この鳴き声は。ここパオシアンね。で、いかにも、テラバースト電気打ちますよみたいな姿勢は見せておこう。
まあこれはね、身代わりは残んない。どう頑張っても。あんな潮吹きなんか食らったらもう絶対残んない。どうなんすかね。電気技、テラバースト電気。俺は持ってないけど、テラバ電気。あとは、まあ噛み砕くも含めて、チオンジェンが一応半減ではあるからな。交換してくる可能性はあるけど、まあその場合はパオジアンの気合のたすき残るから、ここはまあ噛み砕くでいいんじゃないですか。いや、これテラスタル警戒だ。テラスタル電気警戒だと思う。いや、何これ、テラスタルフェアリーで、スカーフだ。この海洋が、この海洋がスカーフ確定ね。あー、これはね、噛み砕く半減なんで、まあ大したダメージは期待できないんだけど、まあそれでも潮吹きの火力は下がるからな。つぶてでいいと思うな。できるだけ潮吹きの火力を下げて、で、テラパゴスの起点にしていきたい。つぶていきます。まだ突っ込んでくる。うわ、いいダメージ出るね。素晴らしいダメージが出てるわ。これで、まあ、雨もあと2ターンで枯れるわけでしょう。一回ここは元トカゲ行きたい。で、さっきスカーフ尻尾切り見てるから、ここ相手的にももうこれ尻尾切りで無償で繋がれるなっていう、身代わり残されんなっていう覚悟はできるはずなんだ。突っ込んでくるのかな。身代わりだけは壊すぞっていう姿勢は見せてくるかどうかわからんけど、まあここはまあ尻尾切り生き得なんで尻尾切りいきます。うわ、突っ込んでくる。まあ後続に身代わりは残させたくないってことね。これさ、雨降ってるけど火力だいぶ下がってる。潮吹きテラパゴスのテラスシェル込みで身代わり残すはさすがに無理なんだろうか。さあ、ここで、フォルムチェンジが入り、これがテラスタル、テラスタルフォルムね。で、潮吹きが入って、ここはテラスシェルによって半減で受けていく。で、潮吹き自体の火力も今だいぶ下がってる状態。これどう、身代わり残らん、身代わり残らんか。さすがに身代わりが残っていく。海洋画の潮吹きに対して身代わりを残していきました。絶対瞑想の。で、これまだテラスシェル生きてるからな。これも半減だけど、まあさすがに2回くらいは、まあ、割れるよね。ただそれでもまだテラスシェルは生きてるからね。これ強すぎるよな。あ、やっと身代わりが消えていく。これで瞑想積むだろう。もう1瞑想積むかどうか悩むな。このターンで雨も止むからさらに火力が下がるんだよな。これもう1瞑想いけそうな気がする。いや、けどなんか変なやつにアンコールとか決められたら嫌なんだよな。まあここはね、まあさすがにちょっとテラクラスター打ちましょう。交換だと思うんだよな。で、あ、そうだよな、そうだよな。オッケー、ここにテラクラスターをしっかり合わせていこう。チオンジェンだ。オンジェンか。チオンジェンか。テラクラスターは、いや、いいダメージ入ってるけどね。これどうします。もう火力にバフかけて冷凍ビームいっちゃうか。あ、火炎放射の方が入る、一緒か。テラクラスター等倍で今のダメージってことは、これテラス切って冷凍ビーム打ったら持ってけるような気がしないでもないから、打っちゃうわ。冷凍ビーム行こう。見てくれ、このこれがステラフォルム、ステラフォルムのテラパゴス。もうこのテラスタル環境の王だから、こいつがもう最上位にして原点。あー、いや、倒しきれない、ギリギリ。あー、なんか氷引いた。それは運ゲー、それはただの運ゲーだ。あ、それは運ゲーすぎる。いや、ギリ倒せるかなと思ってしまったが無理だったか。はい、ありがとうございました。まあ気持ちはわからんでもない。いや、でも海洋画の潮吹きに対して身代わり残せるテラスシェルとかいう特性やばすぎない？これは強力だと思うな。マッチングしました。かけるさん対戦お願いします。相手の禁電枠はブラックキュレム、そしてキラフロルにパオジアン、レジエレキ、マリルリペリッパーという構築。まあ元トカゲから入りたくはある。元トカゲから一応入るわ。ただスカーフ込みでもレジエレキを抜けないっていうことには注意が必要で、まあ元トカゲからテラパゴスには繋いでいきたい。
まあ気をつけるべきはブラックキュレムの連続技かな。ブラックキュレムに最低限強いポケモンを選出しておきたいか。まあステロを撒いてくるとしたらキラフロルか。だったらパオジアン投げんのもちょっと危険な気がするよな。まあワンサイクルガチグマでも回せるようにしておくか。相手の先発レジエレキか。うわ怖えこれ。怖えけど、これ多分相手の構築的にレジエレキで壁張ってブラックキュレムで龍舞積むっていうような構築だと思うから、これ初手いきなり奇襲的にテラバースト氷とかは打ってこないと思うんだよな。と考えるとここはまあ壁だと思うんで尻尾切り打つわ。うわーやばそうこれ。あこれ絶対やばいわ。あこれ絶対やばい。俺の方が早え。あ俺の方が早えんだ。だいぶ素早さ落としてるやつだ。いやてか、いやそんなことないんか。純粋に控えめシートッカーなだけか。そうレジエレキはね、控えめのシートッカーだったとしても素早さに252だけ振ってれば、まあ、最速スカーフ100族とか最速スカーフガブリアスとかは抜けるんだよな。じゃあここテラパゴス出してしまえばいいんじゃないのか。いやこれはスカーフ元トカゲ偉かったな。で、速攻でここでフォルムチェンジが入り、テラスタルフォルムに変わったことによって、特性がテラスシェルになり、すべての技を半減で受けることができるようになる。これ、身代わり残んねえかな。別にレジエレキって素の火力が高いポケモンじゃないからな。残ってもおかしくないと思うわ。どうだ?身代わり。残せていく!身代わりを残せていく!ここはもう瞑想の格好の積みどころなんで、瞑想ばっこり積んでいきます。テラバースト連打なのは何なんだろう。こだわりなのかな。で、フル HP だから、まだテラスシェル生きてるからな。ま、さすがに身代わりは割れると思うが、これでもまだテラスシェルは生きてるからね。これマジで強えわ。これほんと強い。これでやっと身代わりが消えていく。しかし瞑想を積んでいくから、もういよいよダメージ入らなくなっていくんじゃない。これどうしよっか。もう制圧にかかるのがいいのか、瞑想をもっと積んでいくのがいいのか悩むけど、一回火炎放射打ってみるか。一回火炎放射打ちましょう。あレジエレキ引いてきた。まあ、このままだと起点にされる一方だもんな。マリルリかなあ。マリルリね。ごめん、これは火炎放射半減だから大したダメージは入らん。いや、このさ、今撃つ時のフォルム見た?この左右対称の亀みたいなのの真ん中から火炎放射出てたけど、これ何なんだ?これは俺が S 上取れてるから、ここはテラクラスターでいいんじゃないのかな?ここはまあ、等倍のテラクラスター撃っていこう。で、ちなみにこのテラクラスターがテラパゴスの専用技で、これ、だってタイプ1込みで威力180あるんだぜ。これを撃っていこうぜ。上が取れている。どんなもんこれ。ああ、いいダメージ入るねー。アクアブレイクに対してもテラスシェルが起動し、これを半減で受けてく。いや、こいつ強すぎない?ああ、でもまあ結構いいダメージしてるわ。いや、この B ダウン痛すぎ。それやめて。痛すぎる、その B ダウンは。次結構いいダメージもらいそうなんだよな。ただこれ、テラス切ると、テラクラスターの火力むしろ落ちるんだよな。ここはまあテラクラスター信じるか。火力テラスステラ補正がかかるけど、これテラスステラで 1.2 倍になるだけだから、多分今の方がテラクラスターの火力出るんで、ここテラクラスターを打とう。いやこれ落としてほしいけどな。いや耐えられてるやんけ。いやこれさ、その B ダウンのせいで結構ダメージでかくなっちゃってんだけど、やめてくんねえかなそれ。アクアジェットは最低限打ってくると思うから、ここでもうテラスタル切って HP 回復していくのありだよね。ここでテラスタル切っちゃおうぜ。で、HP 回復してテラクラスター打てばいいと思う。いや、見てくれよ、このフォルム。これ対戦でもこのまま使えるんだな。もう唯一無二のオリジナルテラスタルね。いや、ダメージでけえ。B ダウンが響いてるわ。いや、まあしかし、瞑想1積みで、ここまで HP を残せていれば、少なくとも、レジエレキからは来れないんじゃねえのかな。
それでもレジエレキなんだ、ここ。なんでだろう。レジエレキに対しては、これ、テラクラスター弱点だけどね。ってことは、相手のラスワンが特殊なのかな。物理だったら、これ絶対物理から来るべきだよな。まあいいわ、これテラクラスターいきます。サンダーダイブ。いや、物理だ。あ、てか、両刀だ。両刀だったわ。いや、これ、その B ダウン絶対有効だろ。B ダウンがもうバキバキに有効なんだけど、やめてくれよ。まあ、元トカゲから行きたいが、なんかこだわり感ある動きは見せてるんだよな。だってサンダーダイブまで持ってるんでしょ。いや、こだわり一点読みだったらガチグマに尻尾切りで激アドになるけど、まあ、アイアンヘッドでいいね、素直に。一回。上からアイアンヘッドが通る。あー、タスキじゃないんだったらなんかこだわり感あるな。レジエレキ耐久てらいけど、この急所は有効説はあるが、まあ、マリルリのアクアブレイク分チャラってことにしといてくれ。マリルリのアクアブレイクの B ダウン分でつけといてくれ。んで、キラフロルか。まあ、これは勝ちでしょう。俺はアイアンヘッドが一貫してるから、まあ、勝てると思うぞ。まあ、いいね。確認が取れてるの偉すぎる。で、毒化粧痛いけど、まあ、エナジーボール、そんな当たりどころ悪くない限りは、ガチグマが一発耐えるだろっていうのと、なんかひるんで動けんかったから、もうこれ絶対勝ちだ。これはしょうもない。これはアイアンヘッドのしょうもないところが出てるし、なんか耐えられていく。動こうな。しっかり動こうぜ、これは。意味なくなるから。あ、動いていく。メテオビームだと。パワフルハーブのやつだ。いや、これさ、パワフルハーブで C 上げられながら、元トカゲが仮に殺されていたら、危ねえわ。あ、これ危なかったな。これひるみなかったら、エナジーボール持ちのキラフロルだったら負けてる可能性あったわ。それでもまあ、直帰のガチグマ残ってるから、負けなかったんじゃないかとも思うけど、C ぶりの C1 段階上昇、エナジーボールを弱点で食らったらなんか怪しかった気がするな。いや、ごめん、これちょっと運勝ちの類かもしんねえ。これ、お前、急所当たりすぎ。これもマリルリのアクアブレイクの B ダウンにつけといて。全部。さっきのひるみも急所も。いや、ごめん、これは正直ちょっと運勝ち。あ、やばいやばい。めちゃくちゃ勝てるんだけど、テラパゴス。すんげえ強えわ、テラパゴス。これ、公開したくねえな。このテラパゴス広まってほしくねえけど、いや、それでも動画化するから、ちょっとみんな高評価してな。すんげえ勝てるぞ。みんな使った方がいい。ということで今日はここまでなんだけど、こいつやばい。こいつめちゃくちゃ強い。特にテラスタルフォルムの特製のテラスシェル、あれが強すぎる。いや、まあわからん。その外流を使い慣れてるやつからしたら別に目新しくもないのかもしれないけど、いや、これはね、みんな多分ノーマークだったと思うけど、ティア1のもう一級禁伝ですよ。間違いない。で、今日は俺の連動がまだまだ高くなかったけど、このポケモンの連動を上げれば、もっともっと強い、最強格の人間になれるとか、眠れない夜を超えてるぜ、今も求める存在意義、好きでも苦しいそんな日々、でも死ぬように生きてた、あの日よりよっぽどいい。朝日が死んで闇夜がめぐる、外れ確定のカードをめぐる、一生いっぱいじゃ一生終われない、誓いと一緒に歌う案内。朝日が死ねばあいつらは眠る、暗がりで一人命を削る、あの日死んだまま生きたくもない、俺が死ぬ日の頭上に雲はない。